はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日は2019年1月の8日、夜中の2時ちょうどです。よろしくお願いします。まったりやっていこうと思います。昨日ね、ぐっすり寝ちゃったよ。朝方から昼過ぎぐらいまで放送やってて、でその後ドレさんから3時間ぐらい電話かかってきて、で、ドレさんと電話してて、で、その後撮影に行ったんですよ。で、モデルさんの、こう、スチール撮影をやってて、で、ミーティング朝まで、始発までやってて、で、朝帰ってきて6時ぐらいに。で、ご飯食べて、その後爆睡して、で、今に至りますね。おはようございます。この放送はね、ふわっちの方は、キツネ枠と言って、匿名でコメントが書けます。で、ツイキャスも同時配信やってるんですけれども、ツイキャスの方はね、コテハンで対応してますので、匿名がいいなって思う人はね、ふわっちでコメント書いていただいて、で、コテハン読みや、コテハン認識してもらいたいなと思う人はね、荒れる放送嫌だなと思う人は、まあ、ツイキャスの方で見ていただけると嬉しいです。楽しんでいってください。はい、こんばんは。よろしくお願いします。もしよかったらね、コンティニューコインと、コンティニューコインいっぱいあるんで、お茶バッグいただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。音声映像問題ないですかね。いやー、すごい疲れたな。30超えてくるとね、徹夜が応えるよね。だんだん徹夜ができなくなってきたよ。年だね、年。音声映像問題ない、ありがとう。よろしくお願いします。徹夜が答える。18時間ぐらい寝たね。ぐっすり寝た。トレーニングもやってるから、走り込みもやってるからね、結構体にこう負担がかかってんのかね。まだ体力が戻ってなくて、捨て頃の頃の。まあ、あとで、今日も、太陽出てきたからね、ロードワーク行こうと思ってるんだけど、年齢はね、まだ33歳で、今年の5月に、34になりますね。コンティニューコインありがとう。アイテムありがとう。久々にぐっすり寝たよ。結構疲れ溜まってたんだね。いや、30超えたらね、すごい体力変わったよ。傷の治りが遅くなったりした。のんちゃん、おはよう。おはよう、お茶爆ありがとう。いや、結構衰えてきたよ。だんだん。年だよ、年。おはよう。20代とは全然違うよね、やっぱね。まあ、さらにどんどん体力なくなっていくんだろうけど、体力失わないように頑張んないとね。はい、こんばんは。前回の特殊メイク配信どうでした？すごかったよね。映像見る？特殊メイクの。写真が完成しましたね。できた写真見せようか。ちょっと待ってね。できた写真。ちょっと映像、怖い映像嫌いな人は、ブラウザバックしてください。写真今見せるんで、グロい映像とか 怖い映像嫌いな人は、メイク、特殊メイクですね。特殊メイク。これがその特殊メイクですね。写真がでかいな、データが。グロいの苦手な人はちょっと伏せてて。すごくない？お茶爆ありがとう。すごいよね。どう？
これが映画とかで実際に使われる特殊メイクですね。すごいでしょ。超リアルだよね。ツイッターにね、画像載せてあるんで、もし詳細見たい人はツイッター見てみてください。やっぱあれだよね。すごかったよ。映像もね、タイムシフト見てみたんだけど、超ハイクオリティだった。今までの配信の中で一番高画質だったんじゃないかな。今まで見たことある画質の中ですごかったよ。超綺麗だった。やっぱ機材がいいとレベルが違うね。 見たことないぐらい綺麗なね、画質だったもん。もうプロ用機材で。ねえ、画像綺麗だったよね、映像ね。あれは生放送のレベルじゃないよ。見たことないぐらい綺麗だったもん。すごかった。ちょっと風邪ひいたかもしれないな。また閲覧稼げないから狐頼りかよ。いやいやいや、匿名で閲覧、別に通常でも狐でも増えないよ今。昔はね、狐特需っていうのがあってさ、狐枠やってる人が少なかったから狐枠で閲覧増えたけど、別に閲覧増やそうとかそういうのないよ。もうなんかまったりやってるよ。閲覧増やそうとか思ってない。いいのいいの、楽しければそれでいいから。俺は閲覧にこだわってる。リスナーさんね、結構閲覧にこだわってる人多いよね。全然どっちでもいいよ。別に人がね、10人だろうが100人だろうが1万人だろうが、楽しかったら勝ちだからさ。楽しく過ごしたいだけ。閲覧が多ければ強いっていう時代は終わったんだよ、もう。昔の話よ。閲覧別にある方なんじゃないの？
他の人に比べたら。だってこんな夜中にポッて枠つけても50人ぐらい集まるわけだから。閲覧も少ないけど収入も少ない。まあまあまあ、あんまり稼げてないね。ギリギリの貧乏人ですよ、貧乏人。テルとかすげえ稼いでるよ。年収2800万だったよ。やばくない？どんだけ大金持ちだよな。根強いファンはいるから。まあまあ、もともとね、配信ってファンを増やすためのツールだと思ってるから、ファンが増えたらそれでいいんだよね。みやびが和道さんに練習するように言ってと話してました。 いや、人の心配しないで自分の心配しろって言っといて。 人の心配するなんて、俺2キロ走ってるランニングがトレーニングだと思ってないから。2キロ走ったぐらいでドヤ顔してんじゃねえよな。ありがとう、報告。敵しかいない。嫌われもんだからね。男は外に出たら7人の敵がいるっていうね。へえ、なんだろう。トイレめんどくさい、代わりにお願いしたい。いやー、それは無理だよ。 行っておいで。トイレがめんどくさいってすごいね。考えたこともなかった。コメしないのが一番効くってなぜわからないのかな。コメントしなきゃいいじゃん。配信者を聞かせたいっていう気持ちが分かんないんだけど、見ないのが一番いいんじゃないの？なんで嫌いな人を見ちゃうんだろうね。俺はこいつこのままでいてほしい。遊び道具なくなる。よく分かんねえな。コメをしない、またはどうしてもしたくなったら平沼和子。よく分かんないけど。病気だな、病気。聞かせたいって、それをさせて何がどうなるの、わかんない。 俺も全く理解できないね。なんか人の足引っ張りたい人がいっぱいいるんでしょ、わかんないけど。アイテム飛ばないのによく配信続けるような。もともと無料だったかな、配信って。むしろお金払ってやるのが配信だったから、その辺はなんかふわっちから配信始めた人と別かもしれないね。お茶爆ありがとう。ありがとう。 話がうまい、聞いてて心地いい。ありがとう、お茶爆ありがとう。サンキュー。映画なんて早くやめちまえ。いやー、映画楽しいよ。すげえ楽しいよ。お茶爆ありがとう。サンキューです。普通に楽しいね。やりがいあるよ。
あ、ツイキャスレベル29になってる。ありがとうございます。レベル上がってるわ。キャスト、最近はね、ふわっちを匿名でやって、キャスはコテハンでやってる。のんちゃんコメントを書いてるな。家にいるよ。ただの動画。まあ一応映画館で流したら映画になるんじゃないの。俺は映画だと思ってやってるけど。AV 監督じゃない、映画。ペンギン家庭についてどう思いますか？ああ、わかんないな。なんか新しいカテゴリーが追加されるって書いてあったけど、どういうカテゴリーなんだろう。ちょっと見てみようか。ペンギンカテゴリー。なんか運営さんが、なんかペンギンっていうカテゴリー作るって言ってたね。お知らせ見ます。新カテゴリー、これか。冬限定カテゴリー。ペンギン配信はアイテムの使用ができません。使用できない、アイテムが飛ばない、飛ばないペンギンです。なるほど。視聴者の方にアイテムを気にせず配信見てほしい時などお使いください。アイテムが飛ばない分、いつも以上にトークやコメントで配信を盛り上げてください。 リアルペンギンだな。じゃあアイテム禁止枠ってことか。やる人いるの？やる人いるの？やる意味なくない？アイテム飛ばなかったらふわっち。リスナーが配信者にアイテムを投げることができないカテゴリー。いや、俺はやらないかな。正直言って、金銭的な根拠を求めてやってるから、俺はやらないな。石川さんが直訴してた昨日。やる意味ないでしょ。あ、お茶爆ありがとう。キャスで便所行きとしたらもう達成。ああ、すごいね。さすが、便所太郎さんだね。窓はいいとして、今まで綺麗事言ってるやつらはどうすんだろう。いやいや、選べるだけでしょ。キツネ枠とかさ、ペンギン枠って選べるだけだから、やる人はあんまいないと思うけど。アイテムもらうって何が悪いと思ってるから。まだ月10以上稼げてますか？俺、ふわっち始めてから、月20万下回ったことは一回もないかな。ペンギンは延長できないんだ。いや、できるでしょ。買えばいいんだよ。自分で。できると思うよ。いやいや、俺ペンギンやらないよ。アイテム欲しいもん。俺は欲しいからやるやる。これ20万下回ったことないよ。フワッチの収入でね。で、その他に、なんだろう、いろんな収入があるから。まあまあ、メインの収入フワッチだけど、最近ツイキャスの収入も増えたから、結構いい感じですね。ペンギンなら延長無料にすればいいのにってみんな言ってる。ああ、それはそうだね。それはそうだね。ポイント見せない、嫌だよ。ペンギン枠で何位までに入れば運営からポイントもらえる？ああ、そうなんだ。へえ。なるほど。なんでポイント見せないといけないの？嫌なんだけど。ポイントは見せないよ。見せる理由がないもんだって。いや、さらさない。誰も得しないから。いいよ、別に。俺が儲かってないって言ってる人は儲かってないと思って、儲かってるっていう人は儲かってると思ってれば。だから人様に収入さらしたくないもん。どう転んでも、なんか俺が得しないし、見てる人も得しないから。いいんだよ。人の財布の中身は別に気にしなくていいでしょ。そんなにね、俺稼いでる方じゃないよ、ふわっちで。ブロックは200人、300人ぐらいかな。ブロックは300人ぐらいいる。もうポン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 最近はブロックしてるから。
前澤くらい稼げてたら自慢げにさらしてもいいけどな。いやー、俺は稼いでる人で収入さらす人ってなんか得あるのかなって思っちゃうね。あんまり微妙かな。別にあんだけ億万長者になっても収入さらそうとか思わないかな。鼻の調子が最近悪いんだよね。失礼しました。まあ、俺はペンギンは流行らないと思うけどね。初見さんいらっしゃい。ワード監督です。よろしくお願いします。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。沖縄で札束見せてた？そうだっけ？軍曹は収入持って女つってる。いやー、軍曹稼げてるらしいよ、すごい。なんか噂によると月300万とか稼いでるって聞いたけどね。まあ本当に稼いでんじゃないの？わかんないけど。フォローありがとう。稼いでるんでしょう、多分。よろしくお願いします。すごいよね、300万、月300万の収入って。ねえ、勝ち組中の勝ち組だからね。配信者で年収1000万超えるやつが現れると思わなかったよ。すげえよな。いい時代だよな。余裕で100万超えてるだろうね、カズ軍曹。だってふわっちやってる頃から超えてたから、カズ軍曹は。やば。月収100万なんか超えたことないよ、俺。生涯だ、超えたことないよ。夢があるよね。すげえよな。バブルだよ、バブル。配信サイト、ふわっちの、アップルのダウンロード数だけで13億とかじゃなかったっけ？まあだからトータル数十億稼いでるんだろうな。30億ぐらいの利益あるんだろうな。相当儲かってるでしょ。最高。いやいや、30ぐらいだよ。30万ぐらい。全然稼げてないよ、他の人に比べたら。ああ、ツイキャス、リプばかりでコメント書きづらかったら、キツネ枠もやってるから、こっち側でコメント書いていいよ。そのための同時配信だから、好きな方で見てほしいかな。個人事業主とかで一生安泰とかないと思うけどね。稼げる時に稼いで、稼げない時は稼げないっていうのがなんか普通だと思ってて、ビジネスオーナーとかさ、みんなそうじゃん。一生安泰とかないと思うよ、一生安泰とかは。ああ、コメント同時配信だから、なんかそもそもなんだけど、ツイキャスに移動してる人ってキツネ枠のコメントが不快だからっていう人が多いんですよ。だからコメント欄切り分けることによって喧嘩が少なくなったの。要は通常枠やってくれとか、キツネ枠やだとか、キツネ枠やってくれっていう声が、要はリスナーの中での争いが減ったから、うまく切り分けできてるから、
俺は今の仕組みが綺麗なんじゃないかなと思ってる。コメント乗っけてるとさ、ツイキャスの人がキツネ枠のコメント見ちゃうじゃん。それが嫌だって言ってリスナー離れちゃうから。一生安泰って、まあ公務員とかだったら一生安泰だろうけど、確率的には。こういう商売やってる限り安泰はないと思ってるけど、俺はそういうふうに思うかな。撮影順調っすね。昨日も撮影してきましたね。楽しかったっすよ。特殊メイクを体験してきた、この前は。いや、俺は別に YouTube に載せる分にはいいと思ってんだけど。ああ、YouTube でね。まあまあ、それはしょうがないよ。あくまで生放送がメインだからさ。経営者に好かれてるかな。経営者の人ばっかりだね、支援してくれる人は。石川先生曰く、投げ銭では配信業とは言えないとおっしゃってました。ああ、まあまあ、いいんじゃない？配信業では俺はないと思ってるから。なんか配信業っていうのがよくわかんなくて。俺は配信業を名乗ってないんで、いいと思います。あ、のりゆきさんはね、投げ銭なくても食っていけるからね、すごいと思うよ。天才なんでしょう、多分。スポンサー収入とか、運営さんからのギャラとかだけでやっていけるわけだから。まあ、閲覧もぶっ飛んでるし、トークスキルもすごいからね。すげえよな。あ、残り3分になりました。お茶爆50、お茶爆100、ぜひお願いします。まあ、それこそリスナーさんからの投げ銭がなくても普通に稼げるっていう珍しいタイプの配信者なんじゃないの。すげえよな。運営から月100万ぐらいもらってんじゃないの？わかんないけど。じゃないとあの生活できないでしょ。100万、200万はもらってると思うよ。ギャラとかも結構高いんじゃないの？ 1 回のギャラ30万とか。結構すると思うよ。あ、食料支援とか直振りはもらってるんだ。まあまあ、直振りでもアイテムでも俺変わんないと思うけどね。あんまり変わんないと思ってますね、僕は。そういうふうに思います。
はいっすー。どうもー。なんで石川は質問に答えるまでの、なんで石野は質問に答えるまでが時間のかかりすぎなの、頭の回転悪すぎるんだけど、じれったくなるわ。僕も同じ気持ちですね。26号さんのコメントを読んでて。はい、こんばんは。ここ数日放送少なかったか。寝込んでたね。寂しかった。ありがとう。のんちゃん不在。すげえバカな文章って。石野はすぐブロックするから嫌い。嫌いなものを見なきゃいいのにな。なんでみんな嫌いなものを見るの？好きなものを見なよ。なんでそんなギスギスしてるのよ。嫌いなものを見るのやめた方がいいよ。なんでみんな嫌いなものを、嫌い嫌い嫌いって。ネットの悪いところだと思うよ。絶対好きなもんだけ見てた方がいいと思う。風邪ひいちゃったんだ。風邪かな、俺。嫌いなものを見るってことは嫌いな時間を過ごしてるんだけど、無意識じゃないかな。そう。嫌いなものを見たらさ、心がすさむだけだし、負の、なんか嫌な時間を過ごすのに、なんかお金よりも大事な時間を過ごすのに、なんで嫌いなものを見るんだろうっていう。すげえもったいないじゃん。絶対なくね。なんか好きなものだけ見てた方がなんかいいような気がするんだけど、全然わかんねえな。楽しいのは嫌いじゃないじゃん。俺嫌いなもん見ないもん、そもそも。ファンと言いつつ100円も投げない貧乏リスナーをどうにかしてください。あ、俺はファンじゃないと思ってるから、そういう人は。 だってさ、なんかファンじゃないでしょ。 どうにかしろっていうか、俺は何だろう、応援してないと思ってるから、ほっときゃいいんじゃないの。だって本当にファンだったら応援するでしょ。はい、ワード2。30号さんいらっしゃい。そう思わない？たまにいるけど、私はワドさんのファンですって言って、フォローもしてなければ、投げ銭もしてなければ、うーんって、ファンなんだと思うけど、俺はファンじゃないと思ってるかな。いや、金額の問題じゃなくて気持ちの問題だと思ってるかな。アンチが嫌いな和道を見ないと、アンチが嫌いな和道を見ないと、和道くん、閲覧20もいかないね。え？アンチが嫌いな和道を見ないとかわかんないかな。まあ世の中には嘘つきが多いんだよ、嘘つきが。あ、アイテムで課金するほどバカじゃないっていう。あ、そうなんだ。そうかな、赤強いかな。まあまあ自由にやろうよ、自由に。いやー、日本語不自由な人多いんだよね。何言ってるか全然わかんないもん。なんでなんだろうね。
他の枠で花火たまに投げるけど、ワドにはなぜか投げたいと思えない。あ、投げたい時に投げればいいと思うよ。なんか花火はあくまで、なんだろう、チップだと思ってて、投げたい人に投げるのがいいと思うよ、花火は。なんか花火を投げるのもフォローするのも何するのも決定権はリスナーさんにあるでしょ。俺配信者側に強制力はないと思ってるから。アンチから何か学びになったことってありました？コメント欄で何かを学んだことってあんまりないかもしれないですね。何かを学ぼうと思ったら、直接人と会って技術をちゃんと継承しないと学べないと思ってて、リスナーさんとリアトズしていろんなこと学んだことはあるけど、生放送のコメント欄で何か気づきを得たり学んだっていう体験は一回もないかもしれない。一回もないですね。ただ直接会ってカメラを教えてもらったりとか、撮影のとかボクシングをとかいろいろあるけど、コメント欄無理でしょ。会ったことも見たこともない人にコメントだけで何か気づきを得るって、もしあるっていう人がいたら俺は嘘つきか、よっぽど頭悪い人だと思ってるね。コメント欄での気づきはないですね、正直。嫌いな人と絡んでもつまらない人生もったいないと、本当それ 本当それ、本当それ、本当それだと思う。すげえもったいないよね。わかんないですね、のりこが風邪ひいたかどうかは。エアコンの工事終わった。プラズマクラスター機能ついてる。いらっしゃい。いいね。水道水うまい。ほんとそれを。いや、俺は、違う、絡みたい人もどうもこうもなくて、俺は職業的にどんな人が来るか選べないから、俺に対してどういう感情を持ってるかっていうのは選べない職業だと思ってるから。今一緒にいないよ。お茶爆ありがとう。配信自体がまず無理なんだって。
あ、歌うまから見てくれてんだ。ありがとうございます。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。ありがとうございます。こんばんは。歌うま、面白かった。生バンド楽しみにしてたんだけど、俺だけ生バンド演奏してくれなかったんだよな。 なんでなんだろう。今日にぎわってる、ふわっち。戻ってきた、大手配信者が。あれひどかったよね。よろしく、ありがとう、お茶ありがとう。今後ともよろしくお願いします。俺水すげえ飲むんだよね。配信者多いんだ。なんでなんだろうね。今日ずっと寝てたから全然わかんない。わあ、お茶箱ありがとう。ありがとうね。お茶箱ありがとう。ドレさんが YouTube やるのどう思う？どう思う？別にやってもいいんだけど。昨日ドレさんに3時間捕まったからね。YouTube やろうと思うっていう。いいんじゃない？やったら。YouTube やっていいと思うよ、全然。俺もやってるし。まあ、いろいろ模索してるんじゃないかな、ドレさんも。YouTube ね、SEO 対策とかいろいろやんないといけないから、結構覚えないといけないこと多いだろうし、編集とかも覚えないといけないからね。ドルさんできんのかな、編集とか。頑張るよ、捨て頃。ありがとう。あっせころね、もし会場とかであったら声かけてください。はい。第一試合に出るんで。もしかしたら会場でお会いするかもしれないんで、よろしくお願いします。なんか今回もね、結構問い合わせが多かったみたいだね。チケット、また売り切れるのかな、すぐ。任せて。大丈夫だよ。ありがとう。盛り上げようね、第一試合だから。
カズンさんはね、日高和彦さんはね、雅さんのセコンドになるって。だから今回は合同練習できなくて、ステゴロス B は。一回も襲われないね。やっぱ敵のセコンドについてる人から襲われるっていうのはできないから、契約上。もうカズさんは敵側に行きました。コンティニューコインありがとう。ねえ、また教わりたかったけどね、残念だよね。こればっかりはしょうがないよね。コンティニーコインありがとう。ヒカルくんは いやいや ヒカルくんにも教えるよ。ヒカルくんにもカズさん教える。俺の対戦相手のセコンドについちゃったら俺は教わることができないの。別の試合だったらほら、セコンド掛け持ってもいいかもしれないけど。あ、3点してくれた。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとう。よろしくね。ねえ、まあまあ、こればっかりはねえ、しょうがないよ。決めるのはカズさんだから。俺もカズさん大好きだから教わりたかったけどね。まあ、カズさんが選ぶことだから。ねえ、しょうがないよね。まあでも、カズさんが、そうそう、雅くんについたわけだから、カズさんが選んだことだから。だからまあしょうがないよ、そればっかりは。俺が決められることじゃないから。あ、俺はそうだね、匿名枠はふわっちで、コテハンはキツネでっていう風に同時配信で切り分けてますね。両方とも喧嘩しないように。匿名が好きな人はふわっち見てくださいって。で、コテハンがいい人はツイキャス見てくださいっていう風にやってます。まあちょっと寂しいよね。前回ね、セコンドやってもらった人だから。いやー、上手だよね。まあまあ、コーチ、プロだからね。自分でジムやってて。教えるプロだから。まあ、ボクサーとしてもすごいのに、教えるのもうまいってなかなか珍しいよね。いや、俺政治家には向いてないよ。あ、最近は同時配信、去年から始めて、そうそう、同時配信やってますね。携帯電話で配信するときは、どっちか選んでやってるけど、ツイキャスだけか、フワッチだけか選んでやってるけど、パソコンで配信するときは、両方とも配信やってます。カズさんが引き受けるのがまだわかるんですけど、頼むっていう発想が嫌で、いやらしい。ああ、まあ敵サイドのセコンドによく頭下げられるよね。ジム行かないよ。ジム行くよ。和道さんの声が一番落ち着く。あ、ありがとう。いやー、まあ、あんまりキャスは人数集まってないですね。フワッチの方が人数僕は集まるんで。まあまあ、ゆっくりゆっくり、着々とやっていこうかなっていう。セゴロ出ますよ。は
3大会連続出場ですね。俺と光くんと雅さんだけかな。3人だけだね。3大会出るのは。キャスはね、人数めちゃめちゃ多いよね、昔から。なんでこんな人気あるんだろう。あ、のんちゃんね、のんちゃん可愛いんだもんだって。三松さん、アマチュアレスリングの県大会準優勝とかだよ。めちゃめちゃ強いよ。ダンベルとかも、パワーリフト100キロぐらい上げんじゃなかったっけ？セブンさんは第2試合出てないよ。第2回のステゴロ2出てない。セブンさんは1と3だけだね、出たのは。2は出てないよ、セブンさん。ありがとう。最近その映画関連で照明の勉強してて、それでこういう照明にしてますね。いや、どうだろうな、階級が違いすぎるからな。格闘技は結構体格差すごく重要だから、特にボクシングはそうなんだけど。光くんと軍曹面白そうだよね。俺もめちゃめちゃ楽しみ。あの試合なんかすげえ名試合の予感。俺もすげえ楽しみだね。いい試合だよね。光くん頑張ってほしいな。あ、ステゴロク2から俺のこと知ってくれたんだ。ありがとう。あ、そうだったんだ。ありがとう、ありがとう。じゃあ、やってよかったね。ステゴロ出てなかったら出会わなかったリスナーさんだもんね。ありがとう。来てくれて。あ、残り3分なんで、もしよかったらお茶枠よろしくお願いします。ツイキャスの皆さん、お茶枠よろしく。ねえ、ヒカル君、勝ってほしいね。いや、俺は、有利なのは軍曹だと思ってるかな。ヒカル君の方がちょっと劣勢かな。だけど、俺はヒカル君に勝ってほしいと思ってる。ヒカルと練習したりしてて、私はヒカルから来ましたって言いましたよ。あ、ヒカルくんのリスナーだったんだ、もともと。そっか、ヒカルくんからか。ヒカルくんめっちゃ好きだよ。コンティニーコインありがとう。小峠はちょっとダメだね、あれね。すぐいなくなると思うよ、3年。3年後にはもういないだろうな、小峠は。あれは才能がない。
セクズマってなんだろう。セクズマがわかんないね。なんだろう、セクズマって。あ、そうなんだ。ヒカルくんなんだ。ああ、そうなんだ。知らなかったな。どうやったら和道さんみたいな人になれますか？大好きです。ああ、ありがとうございます。あなたにはあなたの良さがあるんで 僕に、ならなくてもいいんじゃないですか。自分らしさをこう見つけていけばいいと思います。捨て頃終わってヒカルくんと、ああ、お茶爆50、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。うん、頑張ります。ありがとう。捨て頃終わってヒカルと和道さんとカズンさん飲み会で和道さん渋いなって思った。ああ、あったね。中爺のお店かな。うん。ああ、わかんないですね。セクズマさんわかんないですね。うん。ヒカルくん、礼儀正しいね。うん。気遣いもすごいできるし。ヒカルくん大好き。わかる。俺もやだ。わ かるわかる。俺は一人でいいや。ああ、懐かしいね。女子枠ないんじゃないっけ。あ、映画に関してはね、プロフィール欄に書いてありますね。もしよかったらご覧ください。スタッフ演者募集中です。スポンサーさんも募集中です。興味がある方はね、ツイッターで DM ください。一応歌ではね、桃奈々さんと柊木理央さんが出ると思うよね。おやすみなさい、ありがとう。ありがとうね、おやすみ。あ、小回り多分激しくなるね。いい読みだね。ありがとう。ありがとうね。初見さんいらっしゃい。ああ、ありがとうございます。ありがとう。来てくれてありがとう。お茶爆ありがとう。ありがとうね。よろしくお願いします。もしよかったらツイッターと、ツイキャスの3点セットよろしくお願いします。来てくれてありがとう。ニコ生から見てくれてるんだ。すげえ古いリスナーさんだな。
3点ありがとう。3点ありがとう。よろしく。映画楽しみ、ありがとう。ありがとうございます。セピア色綺麗だよね。のんちゃん主役の映画は撮らないよ のんちゃん主役の映画撮らんよ。元気だよ。元気元気。いやあ、資金は集まってないですね。苦戦してますね。昨日、そうですね。昨日ですね。特殊メイク。おとといか。おとといっすね。おとといやりました。どうしようね、映画の資金集めね ちょっとマジでやばいよね。まあ、諦めないでなんとか策を練るよ。俺もどうしようと思ってる。あ、最悪なんとかするしかないよね。資金集めも映画の醍醐味だから。0円はちょっと情けないよね。0円はちょっと情けない。まあ、キートスダメだったかんな。実際リアルに0円だかんな。
まあなんとかなるっしょ。あんまり考え思いついてないかな。もう頑張るしかない 頭悪いからさ。ちょっとどうしようかね。いやー、結構知れ渡ってるんじゃないのか分かんないけど、期待値が低いんでしょう、多分。いや、配信の頻度そんな少なくない。昨日がね、ちょっと特殊メイクの、現場に入ってて、それで配信ができなかったんですよ。連投はダメですよ。連投 NG ですよ。連投しないでください。連投はブロック対象ですよ。連投やめて。連投 NG だって。はーい、キツネ60号さんブロックです。はい、ブロックです。警告したかんね。フワッチで枠やる意味、いや配信やる意味なんかないよ別に 暇つぶしだから、暇つぶし、音量下げる、ちょっと音量下げる、これくらい、これくらいでいい、これくらいでいい、音量下げました。
まあ人気商売だからね、しょうがないよ。まあ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 、そういう世界だから。ニコ城さんだから何ですか？え？ニコ城って何？ニコ城が分かんないな。俺頭良くないよ。全然良くないよ。自分が頭いいと思ったことないもん。絵がうまくいってますね。はい、順調です。いや、俺努力家じゃないよ。全然努力なんかしたことないよ。やめてよ。実際コメントで聞いたなってことあります？いや、なんだろう。あんまりないかな。聞いたらやめてるんじゃないの？コメントが聞くっていう概念がよくわかんねえな。珍しい 人気がないんだよ。いや、俺は努力とか全然しない。全然ない。
やりたいことやってるだけだよ。遊んでるだけ。あ、特殊メイク見てくれた？ すごいでしょ。あ、びっくりするよね。ありがとう、見てくれて。ツイッターかな？びっくりするよね。普通のやつより何倍もやってる方だなと思うけど。ああ、なんだろう、嫌なことやると途中で投げ出しちゃうから、遊んでた方が継続できるかなと思って、楽しいことをやりたいだけなんですよね。自分が興味あることとか、トライしたいことをやってるって感じですね。こうワクワクすることとかさ、楽しくできることを探してるの。こんばんは、初見さんいらっしゃい。そうそう、両目やることもできるんだけど見えなくなっちゃうから片目だけやってもらったの、特殊メイク。ねえ、かさぶたみたいになってリアルだよね。すげえ、自分でびっくりしたもん。あんなにリアルになるんだと思って。ハートありがとう。ふわっちログアウトされてびっくりした。アドレス登録したら今のアカウントでまた入れた。アイテムなくなるところだった。なんだろうね。パスワードとかメモっといた方がいいと思うよ。結構またログアウト、ログインできなくなったらね、ダメになっちゃうからね。あ、そうなんだ。へえ。
ああ、ネックレス最近つけてないね。そこにかかってるよ。ああ、ネックレスすげえかっこいいよね。つける。ここにあるけど。これね。でしょ。これは確かにかっこいいと思う。いつもつけてた方がいい。了解。どう？似合う？いい感じ？体格良くなってるね。うん。体格良くなってますよ。トイレ行ってくる。寒いな。頑張ってるよ。どうも。そうだね。トイレ近くなってる。糖尿だから糖尿。またトイレ近くなってるね。
ポンデニコインありがとう。はい、こんばんは。お茶ありがとう。こんばんは。予算は消えないんじゃないかな。もうずっと6年前からずっと大手だよ。予算は消えないと思うよ。あ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。寿命がお迎えが来るってこと。あ、よっさん体悪いかんな。なんか大変なことになってんの？何大変なことって？何があったの？ウナブロックされてるから俺わかんないよ。ウナどうしたの？警察が家に来てんの？なんでだろう。なんかまた悪いことやったの？でも俺見てないね。人殴ったんだ。
元気だね。元気だな。ちゃんまんはすげえな。てかマジで風邪かな。鼻水止まんねえな。鼻水止まんねえ。なんでまた人殴ったんだろう。何があったんだ。見てみるか。あとありがとう。仮想枠だもんだって。しょうがないじゃん。多分ね、咳は出ないと思うよ。鼻炎だと思う。見てみるか、3万。仮想ナムの人が突に来たのをぶん殴った。捕まるんじゃないの。やってるね。見てみるか。マイクオフで配信中。マイクオフだね。わかんない。配信真っ暗だよ。3万。どうなんだろう。今警察来てんのかな。家に来た相手がウナに手を出した。ウナの首根っこを掴んで転ばした。ウナが起き上がって相手の顔面めがけて一発かましたら鼻血ブー。鼻血が止まらなかったらしい。鼻、骨折れてる。鼻は折れやすいからね。いや、なんか、もう画面真っ暗で、マイクオフになってるね。枠で配信者が来るとか前にやってたけど、同じ人かわかんないけど、リスナーさんが関わるなとは言ってた。またそんな感じなんだ、シャンマン。売名配信者の登竜門みたいになってるもんね。まあ、正当防衛かな。いや、手出したら負けだから、日本の法律は。相手が怪我しちゃったら、どうだろうね。相手の怪我の具合にもよるけど。ちょっと状況がよくわかんねえな。なんでウナに暴力振るったんだろうね、仮想生主は。まあ人の家に行ってるからね。まあ、ね、有名配信者だからって人の家に行くのはよくないよ。用もないのに。まあ、いきなりね、首根っこ掴んできたらぶん殴るわな。ふざけんなってなるよね。まあ、今回はじゃあ、佐野、別に悪くない風潮なんだ。いやいや、家に来ないよ、誰も。俺は。
無名だから無名。生主が来ちゃったんだね、かわいそうに。玄関前で話してるんだ。とつきても無視すればいいだけなのに、それができないのはうなちゃんだから。まあ無視するとね、バールで開けられるからねドアがへたるからね。あ、今回はウナ悪くない風潮なの。なるほどね。サノラブだ。サノラブ。みんなのサノだから。バール事件もあったね、うん、昔バールで襲われてた。あー、それはひどいね。さすがにちょっとチャンマンかわいそうだな。いや、バールはね、ドアぶっ壊されたかんね。鮫島さんからブロックされてるから、俺鮫島さん見てないよ。なんか知んないけど鮫島さんにブロックされてんだよね。見てない。なんかあったの？まあ様子見だろうね、これは。歯が生えたって騒いでた。え、鮫島さん歯生えたの？すげえな。もう人間じゃないじゃん。すげえな。歯が生えたと本当サメじゃんすげえ。まあ歯は直した方がいいよね。歯治ったんだ。夜中にピンポン鳴らしてたやつを降りていってぶん殴って鼻血出て、この説明の方が伝わりやすい。はあはあはあ。逮捕されんのかな。現行犯じゃないでしょ。どうなんだろう。でもさすがに今回は相手が悪くねえか。さすがに今回相手が悪いでしょ。これで逮捕されたらかわいそうだよ。いや、だって相手からすっ転ばしてきたんでしょ。いや、ウナからしたら迷惑でしょ。いきなり売名に来られて。
で手出されて、さすがに今回は佐野擁護派が多いんじゃないの。相手が酔っ払ってたのかなんなんか知んないけど、俺が言ったのはだってウナにディスられたから、一晩中ディスられなんだよ。俺から用もなく言ったわけじゃないから。一回だけ言ったけどね。でも鼻水止まんねえ。警察に囲むんだったら来るなって話でしょ。ねえ、何しに来たんだっていうね。佐野は佐野だね。鼻炎だね。鼻炎。ちょっとね、呼吸がしづらい。本棚の漫画？いや、別に普通の漫画だよ。たくさんありすぎてね。そうそう、感音性鼻炎ってやつ、そう、それ。寒くなったり暖かくなったりすると鼻炎になるの。もう鼻がバカになってんだよ。嫌だよね。うなちゃん普通に雑談配信してるだけなんだし、そっとしといてあげてほしい。何しに会いていくのかな。警察沙汰になるの分かってるね。いや、塩水でうがいしよう、鼻うがいしよう。そうしよう。サメ島さんの方が面白いじゃねえかよお前ら。どういうこと？くっそウケるんだけど。サメ島さんの方が面白いじゃん。めちゃめちゃ面白いじゃんサメ島さん。明石家さんまみたいになってんだけど。やばくない？何これ、サメ島さんの方が面白いじゃん。ウケるわ。何これ、喋れてないじゃん。仮バー、これなんでこんなになってんの。サメ島さんの方が面白いよね。やば。いや、ウケるウケる。これは面白い。え、これ本当に歯入れたの？何これ？どういうこと？この歯。何これ？何この歯？
滑舌悪。うん。顔面神経痛ではなくて顔面麻痺ですね、僕は軽く。これ入れ歯なの？いやー笑ったわ。面白いね。入れ歯なんだ。へえ。まあ歯は直した方がいいよね。あ、東京12度近くまで上がるんだ。いや超ウケるなこれは。すげえな。入れ歯だ。いや面白い。配信の内容が全く入ってこないのがいいよね。なるほど。インスタントスマイルっていうつけ場なんだ。よく知ってるなみんなな、うん、なんで、ね、詳しいんだろうそんなに。いや超面白い、ウケるわ。鼻うがいしようかなマジで。ちょっといくらなんでもきつすぎるな鼻が。鼻うがいする？鼻うがい。鼻がズル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 ひどいもん。鼻炎が最近調子良かったんだけどな、なんでこんなになったんだろう。歯の話題で持ちきりだよっつって。ちょっと鼻炎ちょっと鼻うがい配信するわ。じゃあ残り3分なんで、もしよかったらお茶バッグかコンティニューコインください。お疲れ様でした。うん、ちょっと一回鼻うがいするわ。ありがとうございました。